待たせいたしました。比叡席よろしいでしょうか。では紹介してください。はい、それでは続いてのバンドを、紹介いたします。大鳥を飾ってくれるのは行政が失礼いたしました、行政国際学園中学高等学校行政インターナショナルジャズオーケストラの皆さんです。指揮は菅野誠一先生です。どうぞ。Ladies and gentlemen, we are Gyosei International Jazz Orchestra! 皆さん、改めまして、こんにちは！こんにちは！私たちは毎日豊かな自然の中で、囲まれた学校で楽しく練習しています。そして今日、このスタジアムのために一生懸命練習してきたので、ぜひ皆さんも手拍子を一緒にしていただいて盛り上げていただきたいなと思います。さて、先ほど演奏した曲は Put Pat in Time という曲です。この曲を吹くときにみんなファンキーな感じに演奏するというのを心がけているのですが、できていたでしょうか。次、ソリストを紹介します。
ほどの曲のソリストは、アルトサックスのイレマル・ミュー、テナーサックスのバーツデール・エーナ、トランペットの田中沙耶、そしてトロンボーンの久保遥香です。では次の曲は課題曲の Only for a while です。この曲は少しテンポを落としてドライブさせて演奏してみたいと思います。それでは Here we go。
Thank you for listening. 先ほどの曲 Only for a while ではトロンボーンの木地春奈、トランペットの田中沙耶がソロをお送りいたしました。そして次の曲は最後の曲となってしまいました、私たちの演奏のラストを飾るのは Bernie's Tune という曲です、私たちらしくテンポを早めにして楽しく乗って締めたいと思います、この曲のソロを飾るのはテナーサックスのバーチデール・エレイナー、そしてトロンボーンの久保春香、あれごめんなさい、久保春香です。すいません。そしてここまで MC をやらせていただいたのですが、緊張でカミカミだった私、奥田美希でした。では、Bernie's Tune です。ありがとうございました。それではメンバーの皆さんは前方へお集まりください。はい、昨年ベストハーモニー賞を受賞しました暁星国際学園中学高等学校の暁星インターナショナルジャズオーケストラの皆さんでした。では最後は審査委員長杉山先生にお願いしたいと思います。皆様お疲れ様でした。とっても楽しめました。最後の大トリでとっても良かったと思います。僕らにとってもとても良かったです。でちょっと一言なんでうちはなんですけど、審査員の皆様3日間通じて本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ですいません。でですね1曲目なんですけど、とってもファンキーですね。
ファンキーで、ファンキーが伝わりましたかって、すごく伝わりました。で特にですね、一番ファンキーだったのは先生です。特に先生がファンキーでした。はい、全曲通じてそうです。そしてですね、3曲とも楽しめたんですけど、全体を通じてですね、やっぱりね、曲の解釈はすごく良かったんですよ。曲の解釈はとっても良かったんだけど、そのフィジカルな弱さ、フィジカルが弱いんですよ。だから芸術って音楽を僕らはやってるわけですけど、管楽器なんかは特にフィジカルの訓練をしなければいけないと思います。だから特にトランペットとかトロンボーンは毎日練習しなければいけません。毎日練習しないと強くならないですよ。でトランペットがね、1日休むと、トランペットが1日休むと、アメリカにこういう言葉があるんですけど、1日休むと周りが気がつく、自分が気がつく。で2日休んじゃうと周りのメンバーが気がつく。で3日休むと観客が分かる、お客様が分かっちゃう。だからそのくらい毎日練習しなければいけない、アスリートのように練習しなければいけない。だからそれが課題じゃないかな、このバンドので。曲の解釈とかみんなのマインドはすごくおしゃれで、先生 の解釈もいいですし、指導もとってもすごくいい。で指揮も楽しめた。だから こういうバンドがね、このステラに出てくれるってことはとっても意義がある。このステラをやってる意義があるんですけれども、とりあえずマインドに比べてフィジカルが弱すぎる、バランスが悪い。でそれを強くしましょう。そしたら素晴らしい曲になる。もうそもそもがおしゃれ、おしゃれな音がする、おしゃれな解釈ができる。でフィジカルが弱いからとても残念。頑張ってください。期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。行政国際学園中学高等学校行政インターナショナルジャズオーケストラの皆さんでした。それでは左手の階段からお進みください。